アピタ日吉シ店は、かつて、神奈川県横浜市港北区三輪町二丁目に存在し、ユニーカ式会社が運営していた商業施設である。以前は、サンテラス日吉という SC であった。サンテラス、日吉時代土地を所有していた、工作機械メーカー、岡本工作機械製作所との共同開発。同社は昭和40年代末期から50年初頭に、 かけてのオイルショックで業績がかんばしくなく、1977年に工場規模を縮小。岡本ビルという名でスーパーの建物を建設。これをユニーに貸し出す形でオープンとなった。ユニーで初めてショッピングセンターにサンテラスブランドを用いて開店している。ユニー関東地区発の大型店、バザール金沢文庫を上回る規模で開店したサンテラス1号店。 開店当初、テラスにちなみ、店内をオレンジテラス、グリーンテラス、スカイテラスと区分けして、目新しさをアピールした。岡本工作機械製作所から施設所有権移管後も、ユニーグループホールディングスは、友好関係を維持するために、同社の株式を1%弱所有していた。日吉駅の南方約800メートル離れた場所にある。建物は地上4階建て。 2009年3月14日にユニーの店舗ブランド見直しに伴いアピタ日吉店となった。サンテラス日吉は正式名称として当時の陶器場に残るのみである。2015年11月29日をもって閉店している。なお、店舗内一部のテナントは引き続き営業を継続していたが、翌2016年3月末をもって、 すべてのテナントが退去し完全閉館した。なお建物は同年6月から解体され、9月頃にはほぼ完了している。閉館後の土地は野村不動産が取得し、跡地にはマンションが計画されている。また、後継店舗として、同区内にアピタテラス、横浜綱島の出店が決定し、2018年3月30日に完成、オープンした。 太とは2015年11月30日以降も、同地で営業を継続していたが、翌年3月末までにすべて退去した。ほか、ありがとうございます。